こんにちは、やとびコーチです。今日は、足裏を使ったロールドリブルについて、紹介していきたいと思います。それではやってみます。どうですか。このような足裏を使ったロールドリブル、ボールをスムーズに運べるようにするロールドリブル、いろいろあるので、練習してみてほしいなというふうに思っています。今日は、初めて、こういうの練習をするときに、やるような練習、あと注意点、ポイントなどを紹介していきたいと思います。まず初めて練習をするときには、このロールドリブルというのはなかなか難しい技術だなというふうに思っています。足でボールを転がしていくというときに、やっぱりこのボールに足を乗っけている状態が、あるので、この足に乗っけている足に力が入ってしまって、こうスムーズに体が動かせないというような状況があると思います。そこで、一個一個、ゆっくりと、練習していくことが大事かなというふうに思っています。まずはボールを踏む足に関しては、まあ、少し、つま先側すぎないで、ちょっとつま先の、ちょっと下あたり、親指の付け根あたりでボールを踏んで、軽く踏んであげるってことが大事だと思います。でさらに、こっちの軸足、ボールの足両方に、バランスよく体重が乗るような状態を作るというところからスタートしていくといいと思います。そして今度は実際にボールを転がしていくんですが、1回ずつでいいと思います。ボールを踏む、両足に体重バランスよく乗せる、転がす、キャッチで、ここでポイントなのが、転がした時に必ず転がした足を着地させるというのがポイントになります。初めてこういう練習をやるお子様を見たときに、おボールが、転がしたまま、ボールの足がくっついたままこう移動しようとしてしまうということが、すごくなんか僕が見た中ではすごく多かったので、1回ずつ転がしたら地面をキャッチ、地面を触る、着地するっていうのが大事かなと思っています。これを1回ずつでいいと思うので、逆足でも OK です。キャッチ、キャッチ、キャッチ、1回ずつ1回ずつ、着地をしてキャッチ、着地をしてキャッチっていうのを繰り返していくといいと思います。さらに、上手になってきたときにはこれを続けて連続で転がしていく。慣れてきたらスピードを上げていきましょう。こんな風に、初めての練習から段階を経て、練習していくと、すごく上手になっていくと思います。さらに、この技術というのは試合の中では相手が自分の近くにいる、相手が自分の近くにいてボールを守りながら、ボールを運ばなくてはいけないという状況の時に、とても有効な、技術になります。ボールを足の裏で踏んでいるので、ボールのありかっていうのはすごくよくわかります。ボールがここにあるので安心してボールを運ぶことができます。さらにボールとこういう状態ですね、ボールとここに相手がいるとした時に、ボールと相手が遠くになる、自分の体を返して相手とボールを引き離すことができるので、相手からボールを取られない、コントロール、ドリブルになっていくと思います。相手と
相手とボールが離れる、自分の体を通して離れることができるので、ボールがこう今度運びやすくなります。でさらに足元にボールがあるので、さらにこう安心してボールが運べるようになるというのがすごくこの技術のいいところだと思います。狭いところであったり、相手と競り合いながら前に運ばなくちゃいけないという時にはすごく、重要なものだと思います。まあ、これで20メートル、30メートルをドリブルしろっていうことではなく、まあ、ほんと狭い、ほんのちょっとだけでも前に運ばなくてはいけない、ほんの何メートル相手をブロックしながら前に進んでいこうっていう時に必要な技術になってくると思います。試合の中でこういう技術を活かしていけるとすごくいい選手になると思います。ドリブルにもこう様々な技術があるので、その状況、試合の状況に合わせてどんな時に使っていったらいいのかなっていうのを理解していけると、すごく、いい選手になれるかなというふうに思っています。それでは、楽しく練習してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンでクラッキーチャンネルを応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。